はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今日はね、11月の6日土曜日の速報になります。よいしょ。あー、マイク倒した。まあ、形あるものはね、コロコロ転がるからね。はい、そんなわけで今回は楽天エリアが広がったーってことでね、超最新速報でお伝えいたします。ね。はい、そんなわけで、ちょっとまだおじいね、今、喉が。よいしょ、まだ喉ガラガラなんでね、ちょっとこちら作りながらで、ね、申し訳ない、ね、で楽天エリアがね、また今回も広がりましたでね、はい、楽天モバイルのオフィシャル情報を見てみると、2021年11月5日金曜日に楽天回線エリアの更新を行いましたということで、10月14日時点のデータですということなんです。ということは、もうすでにこの動画を作っている時に、この発表された時にはもうすでに使えてるんで、楽天エリア内に入っていないんだけれども、あれ楽天使えるようになったって思ってる方も結構多かったのではないかなと思います。でこうしてる今日現在もまだ楽天エリアになっていないんだけれども、あれ楽天会社入るようになったってね、そうなってる方もいらっしゃると思います。これは本当にね、どんどん順次ポチポチ工事やってるんで、である程度まとめてからドーンってこう発表してるんでね、もうそんな感じになってます。よいしょ、お茶っ葉切らしちゃったんでね、来週の土曜日までねお茶っ葉買えないんだよね。お茶っ葉買うのがね1ヶ月に1回のワンチャンスしかないんだよ。よいしょ、コーヒーのお豆も切れちゃったしね、今紅茶が出る、紅茶とねジャスミン茶が頼り、これがね、よいしょ。はい、それじゃあね行きましょう。今回楽天エリアが広がったところはねどこなのかなってね見てみましょう。はい、まずはね北海道からで、北海道はでっかい道もうめちゃめちゃ広いんだけどね、北海道の範囲が悪いとかって声がね結構たまに聞くんだよね。北海道はねやっぱ大変だよ、ほんと何件もそんとこう入っちゃうぐらいでかいからね。はい、今回は北海道の三笠市、ね、滝川市、深川市、そしてこれなんだろうね、これ木古内町っていうのかな、ね、おめでとうございます。まだね北海道ねいっぱいあります。はい、北海道新十津川町の皆さんね、そしてこれはあれかな、秩父別町っていうのかな、これで、で、うわーこれちょっと待てよ、高かな、にこれはなんだっけな、これなんて読むんだかな、クスだけのクスだったかな、違ったかな、高楠町ね、高楠町の皆さん違ったかな、クスじゃなかったかな、はい、そして、東新楽町、ね、そして、これ何て読むのかな、浜頓別町っていうのかな、何て読むんだろうね、難しいところな、北海道はやっぱね地元の方じゃないと読めないところって結構あるよね。で北海道のこれ何て読むんだろうね、円形町っていうのかな、そして、これは広尾町、ね、おめでとうございます、ね、まだまだ北海道はめちゃくちゃ広いんでまだまだエリア外のとこは多いとは思うんだけど、でも前回めちゃめちゃ多かったからね北海道ね、かなりね広がったんじゃないかなと思います。はい、そしてね、他のところも行きましょう。岩手県はこちらの市ね、そして宮城県もこちらの市、なんでこんな難しいとこすぐの読める、いつも毎回そうなんだけどね、いや難しいよね読めないよねってね言ってくださる方も結構多いんだけどもね、知ってる方も結構教えてくれるんだけどね、いやほんと難しいよね。なんて読むのかね、分かんないよね、これね。この漢字単品で読めないもん。なんかそこら辺にいっぱいあるよね、この字ね。これ何て読むんだったかな、これね。おじいの人生、こういう感じ知らなくても本当過ごしてたんだよ、ね、全然大丈夫だって。こうやってさ、パソコン使ったりとか見たりとか読んだりとかさ、そういうこともないし、なんかよっぽどなんていうの、なんかこうなんか処理をするようなジムに入るとかね、なんかよっぽどなんかこう会議かなんかでこう書類を配ってみるようなね、そんな業務に就かない限り大体言葉じゃん、なんとなくね。だからね、漢字読み書きできないこともね、なんとかなっちゃうんだね、適当にね。営業なんかやってて、なんか注文とかそこら辺だったらね、別にひらがなとか何でもかんでも、だってみんなそうでしょ。喫茶店とか居酒屋に行ってもさ、ご注文はっつってもさ、ね、カタカナひらがなとか英語とか略字だとかね、適当にパッパッパってこう書くでしょ。なんとかなっちゃうんだよ、世の中っていうのはね。はい、で、宮城県はこれ七ヶ浜町って読むのかな、多分ね。で、うわー、もう色浅町かな、これね、宮城県のね。で、山形県の米沢市ね、ここ牛いるとこだね、多分ね。山形県はね、スイカが美味しいからね、ほんとね。で、山形県の大石田町ね、おめでとうございます、楽天エリアが開始しましたね。いっぱい使いましょうね。はい、そして福島県は国見町、そして茨城県は龍ケ崎市、ね、そして栃木県は上三川町、ね、そして群馬県は富岡市。今回はあれだね、もう隙間を埋めるぐらいしかないね。今までババババババーンってきたから、それだけもう楽天エリアが広がってきたっていうのがこうやって分かるな。いつもエリアが広がるとこうやって紹介してるけど、本当こういうのをね、各都道府県ポンポンポンって穴埋めが来ると、あ、もうかなりここまで来たんだ、すげえなっていうね、あ、もう 96% カウントダウンなんだなって、そう思うよね。はい、群馬県富岡市、新潟県のこれなんだっけ、これなんだっけ、これ何、ツバメだっけか、これなんだっけ何市って読むの、これおじの字にしてこの漢字書くことないからね、分かんないよこれね。で、新潟県の阿賀野市ね、新潟県のこれは何、胎内市っていうのかな、これね、うん、はい。で、石川県の内南町って読むのかなね、難しいな本当。で、山梨県の南アルプス市、あ、南アルプスって山があるけど、ね、南アルプス市ってあったんだ、かっちょええ、カタカナで山梨県南アルプス市ってあったんだ。アルプス見えるよ、こっから。いつも冬になると真っ白になるけど、こっから肉眼で見えるよ、アルプスね。そうなんだ、山梨県に南アルプス市行ったんだ、わ、かっちょええ、ほんと。南アルプス市に女の子誰かハイジっていないかね、絶対誰か一人ぐらいつけると思うんだけどね、いないかね。はい、次、長野県ね、岡谷市、そして飯田市、小室市ね、そして高森町、松川村ね、おめでとうございます、ね、長野にいっぱいエリアが広がったよ。そして、岐阜県の富加町、もしかしてあれかな、富加作ってるところかな、そう、もしかして違う、これ富加どうかわかんないけど、これ富加かな、あ、これ富加じゃないね、トミカだったらほらバックミラーないからね、これはトミカじゃないね。トミカってそうなんかもしれないね、トミカ町で。三重県の滝町かな、これはね、京都府の井手町ね、なんからっきょう作ってるのかな。で、兵庫県の加西市、兵庫県の上郡町かな、これで、奈良県の五所市ね、難しいところがいっぱいです。はい、そしてまだまだ続きます。和歌山県のこれなんて読むのこれね、なんて読むの、坊やの坊じゃないよねこれね、なんだろうね、なんて読むんだろう、いやー難しいパスね。そして鳥取県のこれも初めて見たよ、何これ鳥取県、何これ、多分略字「おい」っていう字のなんか略字になってるのかな、いいかな、何これ読めるこの漢字習う、ならないよね、義務教育ではならないよねこの漢字ね、絶対に。いやー、何これ第二水準、これ何これ、さっぱりわからないけど、ここの町の方ね、おめでとうございます。はい、そして岡山県の浅口市、これは早島町ね、そして勝尾町かなこれね、そして徳島県ね、キッチャンヌードル、小松島市ね、そして、吉野川市、そして、相生町かなこれ、もしかしてね、そうだね、相生町だね。で香川県の善通寺市、ね、そして観音寺市、ね、観音様のいるところかね、讃岐市、あっ讃岐うどん、ね、おじいは絶対に人生に一度は香川県に行ってうどんを食う、直接ね、うどん行こう、ね、香川県は本州じゃないね、四角にあるね、おじ覚えたよ香川県はね、うどんのね、四つあるうちの1個が香川県だからね、ここに食べに行く、うどんを食べに行く、おじうどん大好きだからね、もう香川に行ったらどこのお店入ってもみんな美味しいんだろうねきっとね、一度は食べに行きたいね。スーパーとかで売ってるのね、讃岐うどんを食べても美味しくないし、で大体ね讃岐風って書いてあったりするんだよ。昨日もね、おとといか、うっかり買いそうになった「あ風」って書いてあるってね、あもうやめようってね、大体ね讃岐風で買ってね美味しいものってないんだよ。讃岐も当たり外れがあるけど、でこっちの方で食べてもね美味しくないんだよね、ほんとね。たまーにね、もう今なくなっちゃったお店なんだけど、やっぱうどん手打ちで作ってるところのうどんがやっぱねもちもちした食感でねすごい美味しいんだよ。やっぱそこのお店で手打ちで作ってるっていうところのうどんは絶対に美味しいね。もう何のうどんであるとも美味しいんだよ、絶対美味しいんだよね。でそのカレーうどんが大好き、あ今日カレーうどん食べたいな、カレーうどん、あでも今日はあれだ、表でご飯食べるんだ今日はね、午後はね。はい、そして、愛媛県なんだろうねこれね、何部町だろうこれ、何部町だろうね、愛媛県難しいなこれ、今日はすごいあれ難しい字いっぱい来るんで頭回んないよほんと、どうしよう、なんて読むのこれね、ほにゃべ町ね。はい、そして福岡県のこれは新宮町かなこれね、そして佐賀県のこれはね、どっちだろうね、多久市って読むのが普通かな多分ね、多久市ね、あ多久市、大いにたでしょ、大いた立つたら久しいに9だね、多久市、多久市だね、あ違うな、大久市だ、大久市だ、そっちだね、お呼びと訓読み混ざるってのはあんまりないからね、大久市だね。で香川県北町ね、そして長崎県の佐世保市ね、佐世保、長崎佐世保は有名だよね、佐世保港があるよね、佐世保、海軍カレーとかね、よく有名だよね。で熊本県の宇土市かなこれね、宇土市で熊本県の肥町って読むのかな、これね。で熊本県の多良木町、ね、そして鹿児島県のこれ何なんだよこれ何なんだよこれ、女と会うと良いことがある詩なんだねこれね女と会える良い詩なのかもしれないね。よし、鹿児島ここに行こう、ね、ここに行ったらパラダイスなんだね多分ね。で鹿児島県の湧き水町ね、すごいね、本当女は湧くわ水は湧くわ、すごいんだね。で沖縄県の糸満市、ね、沖縄県の富城市、沖縄県の今帰仁村、金城仁村、沖縄って読み方がね結構ねそうだね、金城仁村かもしれないね、沖縄だとそう読むね多分ね。で、沖縄県のこれなんだっけな、これ何座村だったかな、沖縄県のこれ何座村だかな、これね、いやー朝は出てこない、じゃあお昼とか僕は出てこない、ね、でもこれよく読んでたよおじいね、もう沖縄行ってないとね忘れちゃうんだね、なんとかさんの村だねこれね、はい、沖縄県の中城村、ね、そして南笠原町の皆さんね、おめでとうございます。で今の記載のエリアでも楽天エリアに該当しない場合があります。で楽天エリアが該当してなくても近いというところもあると思います、ね、まあ、ここはごちゃごちゃです、ね、はい、新しいエリアが、ね、またぐんぐん広がりました。じゃあ楽天関係の視聴者さんの、ね、コメントを、ね、ちょっとだけ拾いたいと思います。よいしょ、別に紹介したいなと思ったんだけどちょっとなかなか、ね、忙しくて紹介できる機会がなかったんで、まあ、今回紹介させてもらおうと思います。よいしょ、ああいい香り、アップルティーね、美味しいね。これはね今日はね、いつものレッドアップルです。レッドアップルね、もう1年前に買ったんだけど紅茶は大丈夫ね。はい、じゃあね、視聴者様のコメントです。フランケルさんね、これ全然関係ないや、これ全然関係ない、これ別所、これ全く関係なかったね、ハッピーワイファイのシムの不具合があったよってことでそこを交換してくれたらね、使えるようになったよってことでしたね。はい、で、この通信エリアなんだけれども、これねラルスさんから投稿いただきました。お久しぶりです。別所海外のお墓からこちらも登録させていただきました、ありがとう。なんとお得な情報ありがとうございます。今契約しそうでした。来月の2日に eSIM 登録しようかなと思いましたことだよね。1週間前にいただきましたね。月末に登録して受け取っちゃったら一番もったいないね。今日何日、今日6日でしょね。ほんともったいない。開通日からね、開通日が1ヶ月日に入ってしまうんでね、本当にもったいない。3ヶ月無料、3ヶ月目の末まで、ね、3ヶ月目の末まで無料なんで、3ヶ月目がなるべく月の頭に来なきゃならないんだよ、ね、だ毎月2日に開通すれば3ヶ月後っていうのが1日なんで、その月の月末までなんで3ヶ月無料が最大4ヶ月無料になるんでね、本当にこの差は大きいね。よかったねラルさんね。はい、ももきさんですね。劇団長お久しぶりです。ようやく先週知り合いに手伝ってもらい母のスマホ名義です、楽天パンダを契約しました。元気なおじいが言っていた通りに11月2日過ぎに届くようにしてね、もうおじいのチャンネルではもう本当もうくどいほど言ってる、ね、契約するんだったらもう開始日を2日にしようってね、2日の夕方に届きました。なんとか接続はできました。あとはマイ楽天アプリを取れば良いのですよね。そうです。家の外までは楽天エリアに入るようになりました。たまには家の中も入ります。でも多分パートナー回線で通信制限になっているような感じがします。これって楽天エリアに入ったら解除されたりするのかな。今の状態でもう普通に使えてるから良いんですけど、これでようやく au のホームルーターを解約できます。でも家の中全体には電波が届かないから、部屋を移動するときは持っていないといけない。家族で使うには頼りないですね。でも契約できたのはとても嬉しいです。元気なうちありがとうございました。長くなってすいませんってことでね、うちの中にもたまに入るっていうことなんで、でもまあ大きいうちなんだね、ほんとね。それでうちの中に入る、でもパートナー回線になってるっていうことはパートナー回線の方が強いんだよね。で本当は届いたパンダ Wi-Fi、ちょっと設定を見てあげると楽天回線をつかむようにできるんだけど、ちょっと経つと戻っちゃうんだよね。あと電源切ったりとかするとね。なのでね、完全な方法じゃないので、本当はあれなんだよね、こういったものを使えばいいんだけど、まあ、そういうアドバイスがね、次にあります。よいしょ。はい、モラさんからの投稿ですね。おじいのように楽天回線をつかむタブレットは1番、メディアティックのスマホもそれ以上です。で古いルーター、ファーウェイ、スピードハイファイネクスト、ね、W030-405 のいずれかならバンド固定ができますので、楽天回線セット済みなら2000円前後、自分でセットするなら1000円前後で買えますので、これが一番安上がりの方法ですということでね、おじいのところにもね、1個あります。これね、でこれは回線設定できるので、もう中古で安く買えるんだよね。ファーウェイのスピードハイファイネクスト、まあ、W03 か04か05、ね、いずれかを、ね、1000円とか、ね、2000円ぐらいで落札して、それで設定をして、楽天のバンドさんしか使わない設定にして、それで SIM を入れて使うのが、まあ、幸せかなっていう、まあ、楽天回線がつかめればの話なんだけどね。で桃木さんのおいしょ質問なんだけども、楽天エリアに入ったら解除されたりするのかなってことなんだけど、この楽天エリアに入ったら解除されたりするのかなっていうか、考え方がね違います。桃木さん、全く考え方が違う。今使っている要は SIM は楽天の電波と au の電波両方が入ってくるんだね。で au の電波は5ギガまで使っちゃったら、ね、速度制限になります。これ、ね、5ギガまで使っちゃったら速度制限になります。お金を出して追加しないと使えません。だから速度制限になってます。でこの au の速度制限はお金を払わないと解除はされません。これで、楽天エリアに入ったら解除されるのが、楽天エリアに入ったら解除されるわけではありません。楽天の電波をつかめば無制限で使えるんです。ただ1日10ギガ前後ぐらい、早いところは8ギガぐらい、ね、で制限がないところもあるけど、まあ、大体10ギガぐらい使うと制限されるところが多いようです、都会だとね。まあ、そんなわけで、楽天回線をつかめば、まあ、ほとんど制限というものがないに等しい、本当、ね、だから楽天エリアに入ったら解除されるんですかっていう考え方がそもそも違います。その考え方をちょっと変えた方がいいね。au 回線をつかんだ場合は au 回線の累計で5ギガ使ったら速度制限になってしまう、それだけの話です。だから楽天エリアに入ったら制限がないわけだから、基本的にね。だから制限が解除されるとかっていう、そういうものではない。だから楽天回線を掴んで制限なく使いたいなって考える、ね、楽天エリアに入ったら制限が解除されるのかなって。解除はされないです。 au の回線の速度制限の解除はされないです。お金を払わないと解除されないです、ねそういうことです。気をつけてください、こうね。それで、今、今月の2日から使っているので、11月、ね、で12月、1月、ね、2日から使ってるから、1か月後が12月の1日、2か月後が1月の1日、3か月後が2月の1日なんで、2月の末まで、2月の28日か29日、来年どっちか分からないけど、2月の末までは無料で使えます。au を5ギガまで使ってもね、全然大丈夫です。ねだけども、3月に入ったら、3月からは、まだパートナー回収のままだったら、この1ギガまでは0円なんだけど、1ギガ超えたら3ギガまでが980円で、3ギガを超えたら5ギガ速度制限になるまで使ったら1980円なんで、ちょっとこう割高になってしまいます。これはね。なので、その時までに楽天回線が入ってくるようになってるか、もしくは環境を整えないとちょっと高いものになっちゃうんでね、そこ気をつけましょう。これがね、ちょっとあれだから、本当はあれだよね、悩んでた時と考え方次第だよね、本当ね。悩んだ時って1年間無料はね、もう4月で終わっちゃったけども、あの時に入った人は1年間無料なんでね、ずーっと。ただどっちにしても速度制限来るのは同じだからね、これね。そんなわけで、まあ、どうなんだろうね、96%、ね来年の3月までにはなんとか 96% 目指して頑張ってるってことなんだけど、あくまでもパーツの供給ができればっていうことなんでね、とにかく機材がないっていうのを言い訳に盾にしてるんで、本当それって思うんだけど、どうもそういうものらしいっていうね。はい、そんなわけでね、ももちゃん、まだしばらくはね、大丈夫なんだけどもね。あと、楽天、本当に一回、あれなんだよね、本当はパンダの設定で楽天エリアにしてみて、入るかどうか確認したいけど、でも、今の状態でも、うちの中全部には入らないっていうことなんで、なので、パートナー回線もだから入り込めないってことでしょ、全部じゃないよって感じだからね。そうだよね。だからね、そうするとちょっと難しいかもしれないよね。で、あとは1個の方法として、ももきさんの場合はもう回線を契約したお客さんなんで、ユーザーなんでね、電波の調査に来てくださいって電波の調査依頼をするね。楽天の電波がね、入んないですよっつって、ね、それで調査に来てくれます。そうするとその場所によっては結構早めに電波が入るようにしてくれる場合もあるんで、ね、まずは1回サポートに連絡をして調査に来てもらう、ね、それだと思います。順番はただだから、無料だから、ね、安心して連絡してみてください。はい、ここまでかな、今回はね。そんなわけで楽天エリアが広がったよということで、今回はそんなに大きくないんだけども、もういよいよもう本当に隙間を埋める作業になってきました。それだけ楽天エリアがドカーンと広がってきた。で、来年からはね、地下だとかね、いろんな隙間を埋めるなんか秘密兵器でポン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 ってやっていくのもスタートするんで、まあ面白くなってくるね。だんだん充実してくるんではないかなと思います。だけどおじいはね、今後も楽天モバイル応援していきたいと思います。で、あ、エリア広がったんだ、じゃあ楽天ちょっと登録してみようかなと思う方ね、今だったら3ヶ月無料がついてます。うまく契約すれば、今すぐ契約すると大体3ヶ月半ぐらい使えますね。非常にお得な期間です。入ってみようかなと思う方は、この動画の説明欄に楽天モバイルのオフィシャルの公式、ね、アフィリエイトリンクがあるので、それを踏んづけていただいて入っていただくとね、おじい非常にありがたいです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。